発表を始めます。僕たちの身の回りで大切なものは何でしょう？それは勉強です。中でも苦手な教科は算数です。算数が苦手な人は計算がきちんとできていないそうです。自分の苦手な計算の練習をペッパーにお手伝いしてもらえればいいなと思いました。そこで僕たちの前の代表チームが作った掛け算練習のプログラムをバージョンアップすることにしました。そのプログラムは掛け算しかできない、画面に式を出せない、数字ボタンが動かない、同じ問題が出るなど直したいところがたくさんあります。ロボブロックスが新しくなっていろいろな機能がつきました。授業で教わった新しい機能を使えばできなかったことが直せるのではないかと考えました。もし目や耳の不自由な友達がいてもみんなと同じように計算練習ができれば素晴らしいです。そんなプログラムならみんなが使いやすくなって、これがユニバーサルデザインだと思います。また私たちの町田市は英語の町田として英語に力を入れています。計算の練習をするときでも英語に触れる機会を多くして英語になれることができたらいいなと思いました。以上のことから僕たちの今年度のテーマを即計算の練習に役立つペッパーユニバーサルデザインと英語化としました。このようなたくさんのことをみんなで少しずつプログラミングして出来上がったのがこれから実践するプログラムです。計算練習やるか。そうだね。今日は2月9日日曜日です。ペッパーと一緒に計算の練習をしましょう。 Today is Sunday, February 9th. 今日はサンデーか。 Let's practice calculation with Pepper. 左手タッチで計算の種類の切り替え、右手タッチで入力言語の切り替えです。そこで切り替えるのか。目が青くなってから答えを言ったり数字ボタンを押してね。最初は掛け算になっています。頭をタッチすると問題をスタートし、頭タッチで問題スタートか。 Touch the head to start the question。今日は割り算をやろう。割り算に変えました。Change to division。スタート。割り算の問題を5問出しますよ。1問目。Number one。よし、頑張るぞ。28÷7 は何？What is 28 divided by 7? 4! 正解! やったー! よかったね! Okay. Excellent. Excellent ってすごいねって意味なんだ。28÷7 は4でいいね。2問目。 Number 2。 僕は数字ボタンで答えてみるか。48÷8 は何？ What is 48 divided by 8? 2 25 25 25決定。25を入力。 Enter 25。 残念、間違えちゃった。この割り算で2桁なわけないでしょ。 No. Do your best. Do your best って頑張れって意味なんだ。48÷8は6ですよ。6だったか。3問目。Number three. 今度は英語で答えてみるか。63÷9 は何？ What is 63 divided by 9?
answer in English. Seven. Seikai. Yatta! すごいね。Okay. Fantastic. Fantastic って素晴らしいって意味なんだ。63 divided by 9 is 7. これで終わりです。終わったぞ。 That's all. 正解数は2回。2回か。かかった時間は158秒。こんなにかかったのか。あらら、あまりできなかったね。次は頑張ろうね。次は頑張ろうかな。じゃあ今日はこれでおしまいにしよう。左手タッチで計算の手。今までの数字ボタン入力はペッパー本体ではうまく動きませんでした。授業で数字ボタンの画表の隙間を習いました。もし何々ならばのブロックではなく座標から計算することで押したボタンの数字を取り出すことができました。問題式を大きな字にするために数字ボタンの画像に式を直接書き入れました。足し算、引き算、掛け算、割れ算、それぞれで間違いやすい順位もみんなで相談して入れられました。これが今回使った問題式のすべての画像48枚です。続けて同じ問題が出ないようにするには授業で習ったおみくじプログラムが参考になりました。これを問題式でやればよいのです。用意した順位も乱数で全部出すと問題を戻します。この方法で同じ問題が出なくなりました。計算練習の中で英語になれるために次の工夫をしました。今日の日付や曜日を英語で言う、式や数字ボタンなどを英語で言う、正解した時に英語で褒める、これも同じ言葉が出ないようにしました。問題が5問あると正解数に合った励ましのコメントを言ってくれます。翻訳サイトで調べた英語などでおかしな表現がないか英語に詳しい先生や外国人の先生にチェックしてもらいました。またいろいろな人にも使ってもらって動きを確かめました。授業で習う小さなプログラムにやらせたいことを付け加えていけばいろいろできる大きなプログラムになることが分かりました。この即計算の練習のプログラムを全国の小学校で使ってもらえたらいいなと思いました。以上で本町屋小学校の発表を終わります。はい、皆さんありがとうございました。いかがでしょう、審査員の先生方。はい、小田さんお願いします。これはいろいろな、計算することとか英語で関わることとかいっぱいこう組み合わせてるじゃないですか、ね、デザインのことこれこう作るのはどうですか、大変な感じあるか、まあまあみんな誰でもできるかなっていうか、どんな感じ。結構大変でした、特に、ストック計算の切り替えのところとか、数字ボタンの入力のところとか大変でした。一から作るのは当然大変かなと思うけど、こうやって君たちが作ったものがあってみんな他の学校の子供たちが使うとしたらどんどん応用が効くようなものになると思いますか。なると思います。画像をあれだけ用意48枚用意したっていうのはもっとやろうと思ったらそれまたいっぱい作らないといけないと思うね。でも1回作ればみんなで使えるということでいいのか、それとも毎回何かやったら作っていかないといけない。表示するためのシートっていうかね、映ってるもの、はい、だからそれはもっと計算の数を増やそうと思ったらその分どんどん作って増やしていくっていう、はい、そういうことです。はい、面白くてね。はい、お願いします。英語でね、数式をこう言うじゃないですか。で日本語でも例えば 3×6 はっていうのを短く 3×6 はとかって言ったりするじゃない。英語でもいろいろ言い方違ったりするんだけど、言い方は一通りしかない。英語の言い方、式の
言い方。それしかない。はい、では本町屋小学校の皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。